はい、時刻は夜7時を回りました。僕と写真とカメラマンとの時間です。 MC はカメラマンの一個です。こんばんは皆様、この番組は設計から施工まで総合建築工事のアキコーポレーション、愛する心、諦めない心、感謝する心を育てるライオンの子保育園教育グループの提供で、この後7時56分まで放送します。今夜も皆様に元気な声を届けてまいりますので、最後まで笑ってお付き合いくださいませ。お願いします。僕は青森県出身で沖縄へ移住して17年目にカメラマンです。いつもこう噛んじゃうんですけども、はい、本当にね、いろんな方とお会いしてですね、親しくさせていただいてるんですけども、やっぱりね、僕だけが会うんだとちょっともったいないなと思って、皆さんに遊びに来ていただいて、すごいこんな楽しい方がいますよ、面白い方いますよって、とっても元気くださる方いますよっていうのね、たくさんこちらで紹介させていただきたくて、毎回番組に遊びに来ていただいております。本当にご縁に感謝しております。この番組では、ですね、この放送ですね、ツイキャスト YouTube ライブでお楽しみいただけます。 FM ギノワのホームページから見ることができますので、お気軽にご参加お待ちしております。サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、ですね、アプリのリスラジか毎中のラジオをダウンロードして、いつでもこのラジオをお聞きすることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。高坊さんこんばんは。シュプリームさんもこんばんは。はい、褒め合うラジオも始まりました。お、今日は静岡行ってらっしゃるんですかね。静岡といえば、この時期はあれかな、桜エビだっけ、なんかシラスとかそんな時期じゃないかな、多分美味しい時期じゃないかなと思いますけど、こっちはね、今梅雨がもう間もなく明けるんじゃないかなっていう頃ですけどもね、もう間もなく明けたら暑くなる沖縄が来るんですけども、静岡の方はいかがでしょうか。お聞きの皆様今どんな状況でしょうか。そう、梅雨といえばね、今雨がとってもすごくて、毎日毎日本当にこの記録に残るような大雨が続いて、沖縄冠水続きなんですよ。でやっぱり当初はダムの水ね、良かったねなんていう話もしてたけど、なんかぼちぼちやっぱりね、ちょっと危ないような感じがちらほらあってて、今朝かな、昨日だったかな、なんかニュースでも今日か、名護市の旭川っていうところがあるんですけど、その方でなんか車が水没してて、なんか60代の方がなんかね、車が助け求めてたとかいろいろあったりするんでね、本当に沖縄なんていうかね、道も意外とこのくぼ地みたいなところとかも多いんで、皆様もご存知だと思うんですけど、県内各所にあるそういった低い場所もあるんで、まあ、いつもの道かもしれませんが、やっぱり通るときは一旦ちょっとね、停止してちょっと様子見て迂回するとか、何よりもご自身の命を守る行動を取っていただきたいなというのは強く思うところでございます。はい、ちょっとね、冒頭真面目な感じで始まっておりますが、はい、キャンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当に大変ですね、今ね、毎日毎日。そうですね、まあ、貯水率上がってすごい嬉しいこともあるんですけど、うん、降りすぎて根腐れしちゃったりとかして、うんうんうん、農作物にも影響出てますので。確かにね、恵みもいいですけどね、100% 一応いっちゃうと、はい、その先はまあマイナスの、ね、可能性も高いんでね、はい、もうそろそろちょっと雨は一旦お休みしていただいていいかなと思いますよね。なんか降り方もちゃんとじわじわ降ってくれるならありがたいんですけど、うん、まあこんなにドバドバ降ってこられるともういろんな被害が出ちゃうので、ね、でほら沖縄ってこう地盤的にやっぱ緩かったりするとこもあるじゃないですか。場所によってはありますね。土砂崩れとかも、ね、はい、ありますし、海抜からね、あんまり高さがないとこもあるんで、ちょっと危なかったりもするんでね、うん、まあそろそろちょっとお休みいただきたいなと、ね、思いますね。まあでも間もなく梅雨明け宣言出るんじゃないかな、ね、ということ。なんか出そうっすよね。もうあるのでね、もうそろそろかな、はい。少し前まで滝みたいな雨でした。あ、そう、静岡の方は今日は撮影せずに休息日です。明日は海側から富士山の日の出を撮影します。あ、いいっすね。シプリームさん、あれ、なんかラジオ始まってからほとんど撮影行ってません？仕事してます？なんか羨ましいっすけど、なんかいいっすね。結構撮影行ってますよね。僕ね、この番組で、ね、カメラマンですっつってなかなかそんな見せるタイミングもないんですけど、なんかね、本当にシュプリングさんの写真とかいろいろ皆さんからいただいてコメントいただいてて、ふつふつとやっぱりカメラマンっていうこの気持ちがね、改めて今湧き上がってまして、なんかちょっとテーマを持って撮りに行きたいなと思ってるところでございます。皆さん、僕も撮りたいっす。なんかそんな気持ちになりました。ありがとうございます。今日ゲストさんいらっしゃっておりますよ。あ、そうそう、今日ね、みーちゃんはね、あ、みーゆーはね、今日はなんだっけな、ちょっと学校の教授の方の準備があるということで、ちょっと今日はお休みでございます。ということで今日ゲストさんいらっしゃっておりますが、ゲストさんどうですか、雨毎日続いてて。もう
辟易としています。私は辟易としてらっしゃる。辟易として、もういい加減してくれと。もう洗濯物が ね乾かないし。そうっすよね。家はカビまみれ。ああやめていただきたい。とてもじゃないが追いつかない。つゆさんやめていただきたい。やっぱカビですか、この時期になると。カビひどいですよね、沖縄は本当に、ね、うん。場所的なものもあるんじゃないですか。あるのかな、あの場所っていうのは。例えば僕が聞いたのは中城の方とかだとちょっと霧が発生しやすいから結構大変だって聞いたことあって、まあ、南部方面とか、うんうんうん、なんかそういうのもあるんですかね、場所によって。かもしれないですね、うん、一応うちあの海辺なんですけど。海辺、はい、それで関係ありますか。あ、はい、か日頃から の, その湿度の高さもあるのかな。あるかもしれないですね。あ、これはやっぱり沖縄に住んでる人しか分かんないですよね。うん、わざわざニュースにする話でもないですけどね。そうですよね。ですからこそなおさら重要な話ですよね。うん、間違いない、ね、はい、間違いないですよ。間違い僕ね、先々週の放送後から京都に戻って、それからずっと撮影しますっていいね、ジブリームさん、僕も行きたいよなんか僕最近映画見てますってさっき言って、うんうん、あのおすすめいただいたじゃないですか、はい、カメラを止めるな、うんうん、がいいっちゅうじゃないですか、はい、ご覧になったんですか見てません。あ、見てないけどいいよって話うん、あ、そっか、なんかめっちゃ見たいな僕。先輩からこの間あの村の写真集って言って、はい、藤達也さんっていう方が、うん、出てらっしゃる映画を勧めていただいたんですよ、うんうんうん、でその映画を見てボロボロちょっと泣いてしまう場面もあったんですけど、まあ、題材がカメラマン写真館の話なんですけど、うんうんうん、すごくこう共感するはずだから見てみてよって言われて見たんですよね。で、まあ、2度3度見てたらもっとなんか噛み応えがある映画だからって言われて見ようと思うんですけど、うん、やっぱこう分かんない、今まで洋画ばっかり見てたんですけど、うんうん、邦画っていいっすね。あー、やっぱそう感じますか。うん、IKKO さんは映画を見るときに何に着目してるんですか。カメラワークとかではなく、ね、カメラワークに感動するんですか。一番最初はなんか恋愛のやつでストーリーにこう共感できる、うんうん、でこう知ってるこの俳優さんとかだったらより分かりやすいってところで、うんまあ、それこそ王道の映画をずっとタイタニックとかずっと見てきたんですけど、うんうん、はい、でもそれをしているうちになんかこうだんだんやっぱ仕事もそうなんですけど、うん、カメラワークっていうのはやっぱ気になってきて、うんうん、見てて、で邦画を見た時になんか僕国籍が もちろん日本人なんで、うんうん、なんかそういう意味でもちょっとこうよくっついて見れるというか、英語を話せないから、うんうん、その英語じゃないカメラワークだったり、うん、表情とかで読み取れるんですけど、うんうんうん、どうしてもあの映画の下の部分の字幕ですか。字幕見ちゃうからかな、うんうん、なんかちょっといまいち一個先なんですよ感覚が。だけど邦画見た時にあの目閉じても当然分かってくるし、そのなんだっけな、ホワイトノイズとかっていう名前があるんです、風の音だったりとか、うんうん、そういうことでもなんかこの日本の風景情緒が分かってくるっていうか、うんうんうん、それは外国でもそういう場面はあると思うんですけど、どうしても日本だって安心感があってなんかあ邦画の方が見やすいのかもしれないと思ったんですけど、その辺どうですか。あ、私はもうがぜん洋画派ですね。まあ、単純に邦画、はい、私耳が悪いので何言ってるか聞き取れないっていう、洋画も同じじゃないですかそれだったら邦画はね、なんかちょっとボソボソ言ってるような気がしないでもないかな、まあ、そこが味なのかもしれないんですけど。あ、そうか、洋画の方がはっきり聞きやすい。そうですね、感じは私はねします。あ、はいはいはい、あ、まあ、もっとも今日のゲストさんらしいちょっとお答え聞けたかなと思いますけどもね、はい、いい感じでございます。何、あ、まだ SNS とかで言えないんですが、某企業のフォトコンで入賞しました。マジ、シプリームさんすごい。この間だって、この間つってもあのテレビね、フジテレビでしたっけ、なんかそう、何の写真だったっけ、富士山だ、富士山をめちゃくちゃ望遠レンズっていうので抜いた写真がなんか紹介されたとかつって、うんうん、マジっすか、おめでとうございます。すごいすごい、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。私はこの時期の新生姜の甘酢漬けが好きです。あ、生姜じゃなくて英語が、いや違ういいのよそういうのは。今せっかく褒められた後じゃん、うまい。しょうがだけに。しょうがない。うまい。うまい。うまい。なんかのっけから皆さんありがとうございます。ナイス、皆さんこうやってね助けていただけるね、我々そういう番組でございますが助け合っていきましょうか。ということでオープニングお待たせいたしました。1曲目ぜひ、私の今日こんな気分でございますということで聞いてください。1曲目いきます。玉置浩二さんでメロディー。はい、ということでよろしくお願いいたします。
あれですね、計算もせずになんか自然とこの話題になりましたね。なんか冒頭のご職権に関する話です。計算してなかったんですね。いや、先生、すごい。やりました。はい、お願いします。邦画聞き取りづらいは結構あるあるなんですよ。ですよね。あの邦画の撮影ってあの音声をその場で撮ることが多いんですけど、あの洋画がなんであんなにくっきり聞こえるかって当てレポしてる率が高いんです。わざわざ、はい、あ、もう一回じゃ演じてるってことですか。そうなんだ。じゃその場でセリフも言ってるんですけど、はいはい、後で音声撮り直してることが多いらしい。だからだ、はい、だからめちゃくちゃ聞き取りやすいんです。あ、聞き取りやすい、確かに、うん、はあ、はいはい。あのカメラワークのあれにも聞き、あの流行り廃りについても聞きたかった。ああ、はい。なんかこの映画昔だなって思うカメラワークあるじゃないですか。はい。あれ洋画も邦画も一緒かな。僕が一つ感じたのは、うん、ビデオで、古い、ね、多分70年から80年ぐらいの洋ドラマ、洋物ドラマなんです、うん、あの外国のドラマなんですけど、その時にあの馬車が来るんですよ、うん、で馬車が遠くから来た時にその馬車が邸宅に入るのはずっと同じくこうビデオで追っかけていくんですよ、うんうんうん、今どっちかっていうと、わあ、馬車馬車、あ、馬車馬車ガラガラって馬車が来てガラガラって馬車が来て馬車が来ました、で次あの車輪、うん、車輪撮る、うん、中で揺れてる様子撮る、うん、で行ってゴールしてそこの前にグッと撮って、うん、ガチャンと開くとか、うん、こう切り分けて切り分けて、うん、どんどんこのイメージを伝えながら行くんです、うん、この間、うんうん、それがね、前見たやつをずっとロングで撮ってたんですよ。それが意図的だったのか分かんないですけど、あ、この時間ってすごいなんか間延びするなって見たんですよね、うん、なんか北野武史の映画もそれって言いますよね。あ、そうですか。ずっと長いって、あ、ずっと背中だけ撮るんですけど、そこに対してやっぱりこの何ですか、間、うん、その間っていうのを見せるんでしょう、ね、そこに何か人が考えてる空気感とかこう触れてくるのあるじゃないですか、うん、なんか緊張感とかいいですか、うん、なんて目で見てるっていうか肌でこう感じるっていうか、うん、ああいうのをちゃんと伝えるようにしてるんじゃないですか、うんうん、まあ、それがもしかしてってことは手法なのかもしれないですけど、うん、うん、最近はそういうのってあんまり洋画で見てなかったから、うんうんうん、パッパッパッって結構切り替わっていくから、ね、YouTube とか TikTok はずっとそれですね。うん、あれはなんか多いですよね。3秒ぐらいで大体ルールというか3秒ぐらいガンガン回していくんですよね、うんうん、カット数を多くすると飽きないっていうのがあるので、うん、だとしたらこれ今風ですよね、はい、ただ長回し系は逆にめちゃくちゃもう本当に映画1本丸々ワンカットみたいなのがあったりとかも最近はするので、あれとんでもないです。誰かが NG 出したら最初からやります。あれですよ、カメラを止めるなって言った話。あ、そうなんだ、ね、そういうことになります。あ、そういうこと、へぇ、なんか B 級ゾンビ映画みたいな。そうなんですよ。わかんない、あれ違いましたっけ、カメラを止めるなって。まあ一応そうです。ですね、実際に B 級ゾンビ映画を撮ってるっていう設定の映画なんです。あ、じゃあそうですよね。で、その撮ってる最中で本当にゾンビ出てくる。あ、そうなんだ。はい、あ、言っちゃった。ネタバレじゃん。いや、これネタバレじゃなくて、そこまでがセットです。あ、そうです。そこからのどうなっていくのかっていう映画なんです。へー。多分でもこの長回ししてやって切らなくていいってことは、あと編集で時間使わないで済むじゃないですか、うんうん、でそれはなんか一つの意図としてはいいかもしれないですね。後で手間かかんないから、うんうん、お金かかんないんですよね、時間が、うんうん、今爆焼けしてて海まで行って富士山を撮影しようとライブカメラ見たら富士山は真っ赤な霧の中、あ、いいっすね、うん、赤富士で霧、いいっすね、綺麗。今日ね、沖縄はやっぱ梅雨なんでね、見えないんですよね、今日は夕日がね、いいな。なんでこう人間って夕日とか赤に感動するんですかね。感動しますか。あ、しないとそもそもしないんだしてほしかったな。すいません。何します。してないしてない。何が出る。してないしてない。出てないですよ。でも赤富士っていうのは見てみたいですね。ね、見てみたいですよね、うん、やっぱ自然のそういうなんか我々に対するなんかメッセージみたいな感じしません、うん、そういうふうに見てほしいっていうか、化粧してなって見てるっていうのは、うんうん、いやー面白いですね、うん、いいな、そういう写真もぜひ見たいっす。あ、でも行ってないのか、ライブカメラで見てるから今日行けばよかったっすけど、いい写真撮れてました。
ね、なんかこの映画っていう映画撮ったことないですけど、うん、動画撮影とかするときはやっぱりこの自分の好みの映画とか探してやっぱ見ますよね。どういうふうな尺っていうか、うんうん、どこで切り替わるかっていうのはやっぱりタイミングがねあるから、それにどれぐらいの人が共感してくれるか、うん、こっちの意図にどれぐらい巻き込まれる、巻き込めるかっていうのはやっぱり考えて撮りますよね。そもそもの基本としてこの動画とか撮るときは動いたらダメなんですか？はい、あ、いいんですよ。あ、いいんですか？いいっていう、うん、あの今こうやって話してるときって、うん、そもそも椅子が動いてないから、うん、ここでこう動くのっておかしくないですか？うん、だからここはもう動っちゃまずいんですよね、うんうん、だけどここから今2人で歩きましょうっていうときはまあこうやってもう息遣いで動いてますよね、うんうんうん、あ、例えば山登りしたりとか、うんうん、こうドキュメンタリーでよりこの肉薄するような場面とか、うん、あれは全然動いててもいいと思うんですよ。そこでも定点だったらなんかこういかにもこのその場をきれいに撮ってると分かるじゃないですか、うんうん、だけどすごくこの人汗かいてて息遣いが荒くて、うんうん、なんかそういう臨場感っていうのってきれいだと、まあ、伝わらなくはないですけど、うん、ちょっとそのアプローチと一緒にこっちも歩いてるのってちょっとこう息遣い感じないですか、うんうん、感じるかも。確かにそういうので多分使い分けはあると思います。面白い。写真はどんなですか？写真、ああ、写真もでもありますよ。撮り方のブラしたりとかするのも。はい、お送りしております。この番組は僕と写真とカメラマンと、お相手はカメラマンの一行です。ちょっと今可愛い声が出てしまいました。ね、急なにあります FM 機能案のねスタジオより生放送でお送りしております。今日は、今日はというかね、今週もどうやら雨が、梅雨が続きそうなんで、夕日は見えないですけども、はい、見晴らしはいいところでございます。ということで、あれ、メールエラーが出たって、届きましたって、うん、ちょっと確認してもらいましょうね。はい、ということで今日はゲストさんいらっしゃっております。早速ご紹介させてください。ハンピー英語教室よりあいりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。2回目のお越しになりますね。はい、以前はね3名で、そうですね、いらっしゃってましたね。はい、助産師さん、うん、そしてアイさん、はい、そして最後に旅人さん、旅人さんが、ね、はい、3人いらっしゃって、まあ、旅人さんはあの後旅立たれて、はい、今、東一で、うん、はい、頑張ってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、あの時もねちょっと話したんですけど、まあ、ハンビ英語教室ということで、うん、まあ、そのものズバリですよね、お仕事は。アイさんのお仕事、そうですね、ぜひ教えてください。はい、はい、うちの英語教室がですね、もう0歳から本当に100歳までを対象にした英語教室となっておりまして、なぜ笑われているのかわからないんですけれども、すごい幅だなと思ってけど、まあ、あの英語に興味がある人とか、英語やってみたいとか、英語をやらせてあげたいっていう方のために、まあ問答を大きく開いております。はい、はあ、いや、あの何がすごいかって、0から100までできるのってすごいことですよね。いや、あのできなくはないかもしれないですけど、野球やろうとか、うん、何かやろうって言った時に0から100ってまあまあ難しい話じゃないですか。確かに。でも今すごいスーッとなんか、はあ、すごいと思えたんでちょっと笑っちゃったんですけど、うん、うん、でその英語なんですけども、どういった方が多いです？うちはまあ今基本的にはあのキッズというか、まあ0歳からまあ6歳がとてもあの子どもさん多くいらっしゃってくれてるんですけども、うん、インターナショナルスクールに通わせたい子、うんうん、もしくは通ってる子が、うん、あの英語のアウトプットだったりインプットの場を探し求めてきたりしてる方がよくいらっしゃいますね、うん、あと最近多いのは、まあ、米軍で働いているんだけれども、もうちょっとスキルアップしたいだとか、もしくはこう米軍に転職したい、うん、その他にも、まあ、もちろん会社でスキルアップを狙いたいとかもありますし、うん、あと中学生で言ったら、初めてやるんだけど楽しそうだからちょっと頑張りたいみたいな、うん、で学校より楽しいですっていうあの話が聞けたりとかですね。そういう人がいますね。あとは もちろんお子様連れで英語頑張りたいっていうのお母さんたちも結構あの参加してくれたりとか、本当に幅広い年代が多いなって感じ、ね、はい、します。これ僕も一応はあの中学高校あったかな、なんか英語の勉強したんですけど、うんうん、今言ったみたいにこの幅広いってことはそれなりにこの年齢、学力レベルに合わせてアプローチがそれだけ必要なわけじゃないですか、うんうん、それって
大変なことですよね。つまり、米軍で働くためにはこれっぽい英語の方向が必要で、うん、学校に行くにはこれっぽい方向が必要でとか、うんうん、秘書になるにはこれっぽい英語がとかっていろいろあるっていうじゃないですか、うんうんうん、そういうの含めてどこに対しても大丈夫なんですか。そうですね、一応基本的にまあ、子どもの、クラスは除いて、はい、まあ、中学生以上は、まあ、基本的にはマンツーマンでまずは苦手から潰していって、この自分が設定した目標に到達できるようなっていう授業作りを、まあ、私が作るんじゃなくて一緒に作り上げていくっていう風にしてるので、まあ、アプローチもまあ様々あるんですが、はい、一緒に頑張ってます。一緒に、はい、じゃあこっちからの発信を全てそれ受け止めてくださるんですね。そうですね、こうしたいああしたいを、うん、はあ、ちなみに、じゃあ僕が、軍の中で働きたいんですけど、うん、っていう場合、例えばじゃあカメラマンで入りたいっていう場合っていうのはどういうところから教えて、うん、まあ、僕のまずレベルからですよね。そうですね。でその次はどういうところを教えていただけですか。まあ、まずはこうレベルを見てから、まあ、テストを受けてもらって、はい、じゃああなたのレベルがこうなのでっていうことで、確認をします。でその後この人にはインプットが足りないから、じゃあこういうインプットを、インプットっていうのは例えばじゃあ文法力が足りないとか、ボキャブラリーが足りないとか、うん、でそういう文法とかその基礎的な英語力はあるんだけれども、まず英語を話すことに慣れていない、何でしたっけ、スピーキング、スピーキングが良くない、うん、アウトプットっていうんですけど、うん、アウトプットが、苦手だったらこういったアプローチにしようとか、そもそもじゃあ発音があんまり上手じゃないっていうのであれば、うん、じゃあこの教材を使って一緒に練習しようとか、本当にもう様々です。ああ、そうですか。そこを全部のところに対応していっていただけるんですか。そうですね。すごいっすね。すごいですよね。いや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 、誰誰誰誰言ってて思った。誰って2人しか今日いないんで、いやすごいってことじゃないかな。いや、某なんかやっぱ営業教室さんとかだと、うん、なんかいろんな方がいてて、その人のレベルに合わせてとかやるわけじゃないですか。でもそれ基本的にお一人で全部対応されるんですもんね。そうですね、うん、わあすごいっすね。ただ私一人なのでやっぱりね、キャパっていうのが決まってまして。そうですよね、はい、で小さい子供もおりますので、うん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 、ちょっとまあそのね、時間とのマンパワーの制限があるので、はい、できることはちょっと限られてくるんですけども。そういう意味だと月はどれぐらいあれですか、ご対応してやってらっしゃるんですか。これはですね、月によります。あーそうか、はい、じゃあ不定期。不定期、そうですね、うん、大人、うんうん、本当に本気でやりたいという方にはちゃんと相談、無料相談とかをして、うん、じゃあこのペースで一緒にやっていきましょうっていうのはやるんですけども。これはじゃあこの実際会えなくてもこの Zoom だったりとかそういう遠隔でも対応していただけるから、うん、もちろんです、もちろんです。じゃあ途切れることはないですね。そうですね、はい、それは安心ですね、うんうん、すごい心強い先生ですね。ありがとうございますありがとうございますすごい方ですと思います僕、うん、なんでこの英語っていう中なんですけど、英語って学ぶっていうのは今あれなんですよ、学校で必修科目なんですよね。うんうんうん、そうですね。今っていうか、まあ、昔からそうだと思うんですけど、小学校から始めてんですよね、うんうんうん、でこれってこれほど英語がやっぱ必要とされるっていうのはなぜなんですか。いいクエスチョンですね。 That's a good question とよくアメリカ人は言います。なんて言ったんですか今。いい質問ですね、はいはいはい、言ったんですけど、はい、なんでですかね。まあ基本的にこれ質問に質問ないですかやっぱもう必要ですよね、どこ行っても。本当にどこ行っても英語は必要っていうのが、まあ、ベースにはあるかなと思うし、うん、まあ、英語できたらね、まあ、勉強だけじゃなくて見える世界もいっぱい広がってくるじゃないですか、うん、はい、先ほど映画の話にもなってましたけど、はいはい、この映画を見るにしてもやっぱり字幕を見てしまう。どうしても人っていうのは文字を読んでしまう性質があるので、英語が分からなかったら字幕に頼らざるを得ない。でそしたら映画がもしかしたらちょっとだけ違う見え方になってしまっているかもしれないっていうのがあると思うんですが、英語を勉強してたらその字幕なしで本来の純度 100% の映画を見たりすることができたりしてっていう、まあ、いろんな、尺度から世界を楽しめることができるので、だから、まあ、みんな英語勉強しようよみたいな話になってるんじゃないかなって思ってます。そういうところも絶対ありますよね、うんうん、やっぱり、まあ、この場所沖縄においてもすごくね、そういった海外の方との交流とする場って、まあ、僕青森出身なんですけど、うん、少なくとも青森よりは絶対多いと思うんですよ、うんうん、でそういうところで例えば道を聞かれたとか、まあ、どこか飲食店で席隣同士だったとか、まあ、
いろんな面でこのコミュニケーションを図る場があると思うんですけど、そこで今みたいに直接お話した時っていうのはやっぱりね、あの世界が広がって面白いかもしれないですもんね。うん、そうですね、うん、あと私が英語教室を始めた理由も話してもいいですか？はい、いいですよ。ありがとうございますまあ私はね、基本的にこの、まあ赤ちゃん英語教室を始めたいっていう思ったのがきっかけで、はい、まあ、この英語を通じてこのお母さんたちが一緒にこう集まって、さらにこの集まるだけじゃなくってお話ししたり、プラスこう育休から復帰したりとか新しい仕事を始めたいって思った時に、何か武器になるような戦えるようなツールも一緒に学べたらいいなということで英語教室を始めたんですけど、これをですね、あのやっていくにつれてどん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 こう沖縄の英語力を、沖縄に住んでいる人々の英語力の底上げをしていきたいって考えるようになったんですよ。うん、っていうのもこの お母さんたちの話を聞いてたら、インターナショナルスクールに入れたい子どもをねっていうお母さんたちがいっぱいいるんですけど、やっぱりその中ではこのわざわざ本土から移住してきてインターナショナルに子どもを入れるお母さんたちがいっぱいいて、だからそういう点ではこの沖縄って英語を勉強する環境ってすごい、まあ、先ほどもおっしゃった通り本土よりはまあ恵まれているというか、あるのでって考えたらね、やっぱこうじゃあみんなで一緒に英語を頑張ろうぜっていう気持ちになって、あの底上げできたらなっていうふうに考えるようになりました。これその方いろんな考えがあると思うんですけど、うん、なぜその方はそこまでしてこっちに来てその学ばせたいと思ったんですか？一人の方はこの息子が飛行機が好きだと、はで、あのパイロットになりたい、あ、はいはい、から、まあ、パイロットってね、あの英語が必須じゃないですか。全部そうですね。そうそうそう、だからそのためにじゃあ本格的に英語をということでインターナショナルスクールに入れたいですとか、子供の夢を叶えたいがために、うん、それはすごいですね、うん、お母さんたちって本当にお子さんのためにはね、本当に何でもするじゃないですか、うんうん、だからそういったあの子供のために、うん、子供の将来のためにとかっていうことが多いかなと。それってすごいことですよね。今お聞きして思ったんですけど、それがその外に、内地、いわゆる内地にいらっしゃってる方が沖縄に対してここは英語を学ぶ場所だって見てるのって、あの観光地として見てるわけじゃないじゃないですか。そういう意味で言うと、まさにここの沖縄って英語力上げるべき場所なんですよね、うんうん、絶対、うんうん、そういう方が、ね、いらっしゃるんであれば、うんうん、でまたここから、ね、いろいろ、まあ、ダイレクトに飛んでいくこともできますし、うん、あ、それはすごい話ですね。ははは、なんか今英語の必要性をとっても感じましたね。うん、これからにどれだけどれぐらい必要かっていうのはね、うん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 、皆さんどうですか、英語どれぐらい必要と思ってます、日常で。でも必要じゃない人は全然必要じゃない。もちろんそうだと思うんですけど、すよね、うん、今言ったみたいに僕これ言われたんですよ、ちょっと違うんですけど、海、僕海に潜らないんですけど釣りはするんですよ、うん、だけど海潜る人たちは沖縄で海潜らない人は沖縄の半分しか知らないよねっていう人がいるっていうのを聞いて、あ、まあ、それはまあ確かにそうだな、まあ、沖縄に限らずこの地球のほとんどが海じゃないですか、うんうん、海を知らずに陸上だけで生きていくってことは、うん、どれだけ旅したところでやはりね限られた面積しか知れないわけで、うんうん、それは名言だなと思ったんですけど、確かに今のその英語っていうことに関してもやっぱ知らない世界に飛び込むツールとしてはやっぱりね、学んでた方がより楽しめますよね。間違いないですね、うん、それはね。で今必要ないかもしれないですけど、うん、どうだろう、どうですキャンさん。実は僕あのインターナショナルスクール3年だけ。あ、そうだった、おそうだった。でも英語一番苦手なんですよなんで？中学校2年生の時の英語の先生がめちゃくちゃ宿題出す先生で嫌いになっちゃって理由がなんかすごい残念な理由なんですよね。でも1年生まではあの英語トップだったんです。あー悔しい、それは悔しい。でももう嫌になっちゃって悔しいな、うんうんうん、ただ、受験勉強の時に第五文系とか覚えてからはある程度理解はしやすくなったので、いまだに外国人の方になんか話しかけられても怖さはないです。あ、なんとなく言ってること分かるんで、うん、どうにか伝えようとはしますし、
まあ、伝わらなくても当たり前なので、うん、日本語で喋ります。あ、最後はね、はい、で素晴らしい。で向こうもあーみたいな感じだったら、まあ、こんな感じでとかみたいな、でどうにかコミュニケーションを取ろうとしたら向こうは聞いてくれるので、まあ、別に怖いことではないよっていうのは本当に感じてるので、お酒飲んだら全然いけますね。いいっすね。一番いいですね、それがね。やはり飛び込むことが大事なんですね、うん、はあ、皆さんどうです、英語やってみたいっすよね。あ、てかもう皆さん言える人たちが多いのかな今日は、ね、あ、いらっしゃいませ、こんばんは来ましたね。そうね、英語っていうスキルっていうのはやっぱり今どれだけ必要かっていうことを考えると、うん、今やってることにもし頭打ちされたりとか何かある方っていうのはもう一個先に行けるね。いや、カタカナだからそれキャンさん、昨日ワンどこですかとか、それもカタカナだからね、日本の素晴らしさ出てるから、昨日ワンどこですかって。キャンさんそもそも沖縄市だしちなみにここ沖縄市のキウナです、はいいや、あの英語教室に、ね、通われてる方、すごくあの幅広い方が通われてると今お聞きしたので、ぜひちょっと皆さんね、あの今考えてらっしゃる方、お店は茶炭ですね。そうですね、茶炭ですよね、そのあとお聞きしなかった、はい、茶炭のハンビーっていうぐらいなんで、うん、ハンビーですか、ハンビータウン付近のカフェとかオンラインとかでやってます。でキッズ教室だけはあのこの前一緒に、うん、参加したあのマミさん、助産師のマミさんの海の根助産院というところで、はい、土曜日、はい、毎週土曜日やってますので、はい、沖縄市の山内ですよね、山内ですね、にあるところに、はい、海の根助産院さんで、はい、毎週土曜日やってらっしゃる、はい、ですね、はい、なのでぜひあのお問い合わせいただいてですね、やってみてもいいんじゃないでしょうか。ということで前半戦はここまで、はい、じゃあ今日リクエストいただいていい歌ですね、これはこの時期の歌としては、そうですね、やっぱあの雨降ったらね、はい、嫌な気持ちの人もいっぱいいると思うんですけど、うん、はい、素敵な歌でなりますよね、はい、ぜひじゃあ愛理さんお願いいたします。 I'm singing in the rain by Gene Kelly そういう番組みたいだからあのお酒飲んだら全然平気なんで、あのパーカーベニューで外国人さんしか入ってない場合突撃したことあるんです。ああ余裕、はい、余裕で。ゲーツとかも大丈夫ですか。はい、ゲーツとかも全然、まあいけるとは思うんですけど、あのその時に本当に全然話せなくないんですけど、雰囲気でなんか音楽を YouTube でかけてるとか選んで入れたらめっちゃ気に入られて、今言ったのは、で、あの友達になって、可愛い女の子来るからまた遊びに来いよみたいな感じ言われたんですけど、行ってないです。裏切ってました。あんなに歌えばって言ったの聞こえた。なぜと、ゲーツ、ゲーツって何ですか。あ、ゲーツ、あれどこですか、ゲーツ2で、ゲーツ、はい、イングリッシュです、イングリッシュ、そう、イングリッシュ。ちなみに行きつけのバーでは説教されたことあります。英語で、英語でなんでお前はファイナルファンタジーやらないんだしかもゲームなんですね、はい、ゲーマーさんだったんです。あ、そうなんだ。めっちゃニコニコして、お前もファイナルファンタジーやるかみたいな感じで話しかけられて、あ、RPG はちょっとって言ったら、Holy shit! でもそれすごいですよね、アメリカとかそういう関係なくアニメとかゲームの文化で会話できるってすごいですよね。だから言い返してやりたかったんですけど、英語力がないんで、英語力あったらお前らはじゃあアベンジャーズ必ず見るかって言った。あ見るかもしれない、今京都で話題になってるのは、訪日外国人観光客はなぜ異国語で日本人に質問するのかって、いくら英語が世界共通語であっても日本に来るなら少しずつぐらい日本語を理解しろという話が今日の話題になっているので、うーん、でもこれよく聞くけど、なんか日本語って世界でもすごい難しい言葉なんでしょ。うーん、らしいですね。ね、発音とか日本人だけなんでしょ、日本の漢字とひらがなとカタカナで言うのは、うんうんうん、で、なんだったらね、カタカナっつったらもう横文字のなんか和製を使ったりするし、うんうん、すごいなんか難しいらしいじゃないですか。確かに、あの英語使わずに大学教育まで、あの教育課程終わらしきるのは日本語ぐらいしかないし、え、これすごいってことですよね。なので英語が浸透しないって言われてます。あ、難しいんだそれだけ、はい、関東語の方が難しい感じがする。あ、郷さん言える、なんか僕ブライダルのカメラマンとかやってたから、うんうん、中国からいらっしゃるんですよ。だけど関東語って全然違うんですってね、うん、なんか僕らだったら、僕は青森だから津軽弁
っていう言葉とか、まあ、琉球の方言とか、まあ、あれも違うけど、そもそも何かこう言語が全く違う言葉で言うから、中国語のできるあの通訳者入ってくれても、広東の親がなんか田舎の出てるとかっつって親が来ると広東語で話すらしくて、全く喋れないっていう話聞いたことある。広東語で思い出したんですけど、はい、私ディズニーワールドで働いてたんですよ、はい、アメリカの、はい、でこうネームタグの下に、はい、この話せる言語を書くんですけど、はい、やっぱ中国語と広東語がやっぱ違うジャンルとして書いてあった、書いてあったから、あ、やっぱそうなんですね、違う言語なんでしょう。まあ、中国多民族国家ですからね。ねえ、でも国土も広いですからね。アラブ語とかは、あのアラビア語とか使うところ地域もあるので。あ、中国のあっち。はい。知らなかった。全然国違いますね。あ、来た。高子先生、カメラのシャッター音とかけまして、京都と解くその心は気温が気になります。さすがでございます。久しぶりにスッキリした。それ聞かないとね、この番組始まった気がしませんよ。ね、ゴーさん何、いや、リスナー仲間に香港出身で成田で輸出会社の社長と仲良しだっけ。あ、香港出身ってこと、香港の人あれなのかな、香港って中国語なのかな、なんかありますよね。上海の方とかもまた違うのかな、なんかありますね。そこに内訳して書いたら面白いんです。だからね、いや、僕もそう思うんですよ。日本語だってみんなそのわざわざね、お笑いは関西ってなんかその普通な標準語じゃなくてもいいし、津軽弁言えてもいいしね、琉球方言で全然やってもいいと思うんですけどね、うんうん、なんか個性個性って言うけど、あんま個性否定してますよね。確かに。もっと出してもいいような気がするけど、その方がなんか日本の文化としてももっとちょっと違う形で発展していくような気がするんですよね。そうですよね、うん、今みんな言わなくなってるらしいから、みんないろいろね感じますよな、言葉ってすごいな、うん、あ、何カ国語言えるんですか。言える、話せるかってことですか、はい、私ですか。中国とかも話せるんですか。あ、でも勉強したぐらいでもう忘れてますね。あ、忘れちゃうんだ、うん、言わないと忘れます。でも4年前に勉強したっきりなので。でもやったら、本気でやったら1年でペラペラになります。私はなんかそういうの引いてるんですね、はい、何があれなんだろう耳がいいんです、私。あれ、耳悪いって言ってたけど、耳がいいんです。閉じたりするのかな、耳が、ね、あ、そうそう、聞きたいことだけ聞いていこうみたいな感じなのでそういう動物いますけど、いや、でもそうなんでしょうね。なんか言いますよね、こういう言語の能力ができる人って何かにこう特化してるとかって言いますよね。うん、違うんでしょうね。でしょうね。前からそうなんですか。あ、どうなんですかね。でも英語始めて、でもあれって言いません、この方言喋れる人はもうすでに一カ国語学んでるのと一緒だから、英語とか中国語とか他の言語も勉強しやすいって言いますよ。じゃあ僕津軽弁わかるから言えるのかな。そう、言える言える、本当ですよ。本当本当。本当ですか。いや、無理無理無理、英語たどり着けなくなっちゃう。スペイン語発音しやすいので、うん、でも文法近いので、うんうん、あ、何と近いですか。英語と5秒前です。すげえな、みんな。はい、後半戦スタートでございます。僕と写真とカメラマンと、進行は私一行と、そして本日はハンビー演劇教室からアイリーさんがいらっしゃっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。シプリームさん、一行さん、川谷さん、できる男さん、ゲストさん、褒め合うラジオリスナーの皆様、静岡からこんばんは、シプリームです。昨晩ニコンがスタンダード機でありながら高感度に滅法強い Z6 シリーズの最新機が発表され、フラッグシップ機を凌駕する機能まで盛り込まれ、早くも下克上機と高評価を得ているようです。値段も跳ね上がり、本体が43万、これを買うか今マジで悩んでます。すげえ高えな、これならあと10万足してまた足すんかい。純フラッグシップ機の Z8 を買うか、年末か遅くても1年以内に販売されそうな α7V を持つ方が幸せになる気がするので悩ましいです。いや、どっちも高いと思うけどな。 Z6-3 の予約開始は明日です。さあどうする俺、ってことでこの数日撮影したあれを送りますが、いくら車体が美人でも姫のようなときめきやワクワクは一切ないですね。お、言うねじゃあ見せていただきましょうか。ということでこれを下に置くと見れますかね。はい、本日はですね、京都六角堂が1枚目、2枚目京都市役所の前のお池通りに咲く青い紫陽花、あ、お池ブルー、そして3枚目が京都嵐山の朝日、4枚目5枚目が三重県伊勢市、夫婦岩から、撮影した俯瞰
全なダイヤモンド富士、3日粘った結果がこれ、うん、涙、6、7枚目が三重県津市の風早の里でございます。では拝見させてくださいませ。いきますよ、じゃあ1枚目いきます。じゃでんと、おお、来た京都、ほー、いいですね。どうですか、愛理さん。すっごく綺麗に撮れてますね。撮れてますね。縦位置写真でございまして、うん、上にあの大きなですね赤い提灯がありますね。その下にですね赤い着物のお召しのあの女性、そして髪飾りも赤い花なんですけども、赤で統一した写真が、あります。で横顔からですね撮ってるんですけども、腰上から、手を合わせている写真でございますね。なのでこの写真のですね右半分が赤の統一性がありまして、左側の方にガラスに入ったろうそくがあるんですけども、このガラスの火がですね、明かりがですね天候源として映ってるんですよね。それであの外の方に抜けていく感じなので、バランス的にすごく綺麗な写真だなと、見やすい写真だなと思いました。はい、2枚目参りましょう。こちらおっしゃっていた紫陽花でございます。どうですか、アリさん。すごいなんか夏の感じ、初夏を思い浮かべますね、うん、なんか空気感感じますよね、うん。今ねおっしゃっていただいたような写真ですけども、縦位置写真でこちらも同じでございます。右側の方から前ぼけて紫陽花がですね、ずっと伸びております。そして歩道にですね、一直線上にあのカメラマンがスタンバイしておりまして、一直線上に抜けるですね歩道のところ、これは紫陽花を撮っているですね女性をですね、望遠気味のレンズで押さえてるんですけども、これのね今おっしゃってた感じ、この夏の空気感を感じるような雰囲気、これは多分緑が、すごくあのみずみずしくて、うん、あの光の反射のねあのキラキラ感がそうさせるんじゃないかなと思うんですけどもね。なんかすごくあのすっきりする写真です ね、 この時期の沖縄で見るにはね、うん。はい、そして次でございます。次はですね、あ、綺麗な橋ですね。昔の橋なんでしょうね、川にかかってる橋でございますけれども、横石写真でございます。川面に映ってる夕焼け、そしてですね、川がね、水面にこう波が立ってるんですけども、そのこの溶け込み方がすごく絶妙でございまして、空にはですね、少しこれ何雲っていうんだろうな、秋口に見るような雲っていうのかな、そういった雲がですね伸びてるんですけども、まあおそらく秋口に撮った写真じゃないと思うんですけども、雲の雰囲気がすごく綺麗で、そこに夕日が溶け込んでおります。なんかこの帰りたくなるような、そんななんか懐かしい写真に思います。いい感じでございますね。はい、次参ります。次はですね、これね前も送っていただきました、目をといわ夫婦岩、2つの岩にですねしめ縄をかけておりまして、その遠方に見えるですね赤い夕日が見えますけれども、これもなんていうんですかね、この2つの夫婦岩のこのつながりと、空の雰囲気というのがね、なんかこの雲の黒さ、そして空の青さ、ごめんなさい、夕焼けが残ってる空、縦位置写真なんですけども、なんかすごくこのなんだろう、切ない感じになりますよね。なんかこれも帰りたくなるような写真だな、田舎に帰りたいなと思うようなね、溶け込む写真でございます。そして今度横位置写真になりました。今度ですね、夫婦岩をですねぐーっとアップで寄ってる写真ですね。結構コントラスト強めに撮ってるのかな、それともこのアップしたからちょっとあれかな、うん、強めのこのね、絵の表現なんですけども、奥の方にですねちょっとあの雲の、切れ間からですね沈みゆく夕日が少しだけ見えておりますね。なんかこのバランス感覚がですね綺麗な写真でございます。これ横ですね。はい、そして次の写真でございます。はい、こちらですね、紫陽花の中で、可憐な女性がですね紫陽花と同じ柄というか色合いのね薄い、紫の、着物をお召しでございます。腰帯も、そうですね、あの紫の帯でございまして、これあのスタイリングの段階からすごく計算されてますよね。和傘を差してるんですけど、和傘がちょっと、これは、水色に近いようなブルーなんですけども、紫陽花の緑と紫陽花の色、紫の色、そして着物の色、帯の色、そしてこのメイクしてるこのナチュラルな感じのこのメイキング、そしてスタイリング、すごく計算されたところな気がするんですけども、なんかさっぱりと綺麗な写真ですね。そうですね、本当に、うん、すごくあのみずみずしいですよ、こちらの写真も。はい、そして最後の写真でございます。今度紫陽花をですね前ぼけにしております。この前ぼけの紫陽花がまた計算しましたよね。縦位置写真で奥の方に鳥居が見えてて、やはり紫陽花園の中にいるんですけども、あの手前の紫陽花がピンク色で、奥のあの紫陽花があの青なんですよね。そしてあの夕日がまたこの赤っぽくなってるんで、色がね赤から、まあ、ピンクですね、ピンクに強い赤から、紫陽花、そして緑、そして奥に夕日に抜けていくっていうね、あのシュプリームさんお得意のなんかこの奥行きの見せ方っていうのを感じますよね。これも素晴らしい写真でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というような写真の数々でございましたね。ありがとうございました。
った。はい。色合いが素晴らしいね。大きな美しい紫陽花があるね。さっきのね、綺麗な紫陽花の方ね、傘さしてらっしゃったね。日本神話みたい。確かになんかそういう世界観感じますよね。やっぱりね、この雲はかなり上層部にある雲ですね。って書いてますね。名前聞いたことあります。なんかね、和ですよ。あ、渡月橋なんだあれ。あ、そうね、綺麗ね。時代劇に来るやつね。いや、世界観今日もありがとうございました。ということで後半戦参りましょう。いろいろね、今やってらっしゃるお店と教室の話を聞きしたんですけども、はい、あれですよね、そういった世界に飛び込むきっかけっていうのは、英語に興味持ったきっかけはどういったところからだったんですか？私は小さい時にハリーポッターにめちゃくちゃハマりまして、はい、でそこでファンレターを書きたいなと思って英語を始めたのがきっかけなんですね、うんうんうん、でそれが9歳10歳ぐらいの時で、でまあ15歳あそこからクモンで英語をコツコツと勉強しました。はい、でそこからですね、すいませんね、話しましょうね、じゃあ英語の話を。でそこになって、うん、今ハリーポッターってどこでしたっけ？イギリスですね。はい、うん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 、で、初めてイギリスに行くのが15歳。15、割と早めですよね、はい、10で15だったら早いですね。そうですね。で5年経って、まあ、本場の英語に触れるわけなんですけれども、うん、あと本場のカルチャー、はい、でそこからですね、もうズブズブとイギリスの素晴らしさにハマっていきまして、うん、で、16歳ついに留学します。早い。アメリカに。早い、全て早い。イギリスではなくアメリカに行ったんですけども、うんうん、まあ、アメリカに留学し、大学も英語の専攻で、卒業しまして、その後大学院はイギリス文学を専攻して修士号を取りました。わあ、すごいですね、はい、という感じですね。じゃあこの間って日本の学校離れてるんですか？もうずっとほとんどあっちの大学、それとも留学とかそういう感じで一時期行ったりして、それで大学院はってことになるんですか？日本で全部に、教育は全部日本です。あ、はい、それで要所要所で留学したりとか、うん、そういうことしてされてるのか。そうですね、はい、すごい行動力ですね、うんうん、そうですね、私は運が良かったのかなって思いますね。どういった運ですか？例えばイギリスに行くとしてもですね、ただで行けたんですよ、15歳で初めて行けた時に、うん、この出身地の北谷町にあるイングリッシュスピーキングコンバセーションコンテスト、あ、じゃあイングリッシュ、まあ、そういうコンテストがありまして、はい、そこで優勝したらただでイギリス連れて行くよってことで行ってっていう、うん、感じですね。まあ、優勝したからこそ行けたってことですね。行けたとか、運が良かったです。いや、ご自身の実力もあったと思うんですけど、うんうんうん、そのまま、まあ、その運があって行けてっていうことなんですけど、うん、はい、こういったことって、まあ、皆さんが願ってもね、やっぱ難しいところあると思うんですけど、うん、初心者ですよ、初心者、うんうん、まあ、僕みたいな初心者がいて、そういった英語のところに一歩踏み出すっていうのは どういうところなんですかね。やっぱ行動なんですかね、それとも何かあります、うん、背中を押してくださるとしたら。やりたいならやりなって思いますね。なんかスケバンみたいになった最後。急にパチンパチンみたいな。やらない理由はないですよね。あ、出た名言。やらない理由ないっすよね。やらない理由はない。いや、多分あると思うんですけど。あると思うんですけど、まあ、やらない理由とやる理由があったとしたら、選択肢としてはやる理由しかない、考えちゃダメだってことですよね。そうですね。もしじゃああなたが英語をやりたいと思ってます、やりたいと思ったまま次の朝目覚めました、まだやりたいと思ってるだけ、そういう毎日をこうずっと続けていったら、ずっとやりたいって思ったままそのまま死んでいくわけじゃないですか。すいません、僕15年経ちました。この年になっちゃったんですけど。はい、そうなので、まあ、うん、やりたいと思った時がその時です。いや、でもすごい深いっすね、その言葉って、うん、なんかこう生きててなんかやろうと思ってやれなかったことって忘れないんですよね、意外と。そうなんですよね。ずっとこう抱えてて、うんうん、何かこのじゃあ次何かしようと思っても、その一個やらなかったことが常々ずっとついて回るんですよね、うんうん、あれってすごく人間のずるいとこだなと思うんですけど、やらない理由がなんか自分のなんかこの保身になるっていうか、うんうんうん、やっぱりやらないとダメですよね。やって、まあ、失敗じゃなくても飛び込まなきゃダメですよね、うんうんうん、じゃないとその次別なことするにあたってもちょっとあんまり良くないですよね、うん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 、はあ、
15年もやりたいと思ってるんですね、英語。もっと言うともっと長いですね。僕沖縄来て17年なんで、はい、その前からなんで、まあ、20年ぐらい経つかもしれないですけど、その間ずっとやりたいなと思って。なんでやらないんですか？あ、これちょっと最近申し込んで、うん、某大手さんに行ったんですけど、仕事の方をまたちょっと今取り始めて、これがだからね今ちょっとぐさっときたんですけど、やっぱこの忙しくなった時に選択肢としてそっち置いてっちゃうっていうのがこれまた良くないなっていうのがね、でも癖ついちゃってるんですよ、そういう人間の癖が。でもそれって自分を大事にできてますか？できてないっす。自分を大事にしたいならやりたいことをやっていきましょう。先生先生いやでもそれはすごく大事かもしれない。背中を押すっていうね、好きこそものの得意なりっていうから素晴らしい出会いがあったんだねっていう話もしてますけどね。確かにそういうことですよね。まあ、自分でご自身でやってみてそこに飛び込んでいかないと、さっき運っておっしゃいましたけど、運の引き寄せだって自分飛び込んでもちろん引っ張ってくるわけで、なんかちょっとさっき打ち合わせの時も話してたんですけど、あのいろいろ話してる中で、まあ、さっき旅人さんって言ってましたけど、あのかなえさんっていう、ね、あの方が先日出ていただいて、今向こうで、ね、留学されて今頑張ってるわけじゃないですか。であの引き寄せって話したじゃないですか、で引き寄せと引きつけもあるんじゃないかなと僕話したんですけど、その辺について何かご意見いただきたいんですけど。引き寄せですね、あのスキルとしてはやっぱり一つの引き寄せの方法じゃないですか、もう一つこの人を引きつけるとかっていう意味っていうのは何かアドバイスありますか？引きつけですか、あのご縁をつなぐための、あのですね、口に出してたらやっぱりいろんな人ってやってくると思います。例えば実は私もずっとラジオに出たかったんですよ。出たいなって思ってたら、カナエから実はイッコさんっていう人がいて、こういう高校でつながりでどう出ないっていうことでご紹介いただいたりとか、で私あの英語クラブ、長文洋書の多読クラブをずっとやりたいと思ってて、やりたいなやりたいなって思ってたら、こうある人から自分ちょっとこの洋書で勉強してみたいんだけどっていうことで、あ、じゃあこの洋書多読のコース作ってみようかなってことで、まあ、新しいの扉が開けたりとか、こうやっぱ口に出せば出すほどですね、いろんな人はついてきてくださるかなと。あ、情報発信者必ず受信してくれる人がいるってことですよね。そうですね、でもそれがさっき言ったこの英語なんかやりたい、なんかやりたいってことは飛び込むべき、口に出すべき、こういうのがすごく大事なんですね。はあ、皆さんお聞きになりました？僕はウチナムークとして16年です。はい、ありがとうございます。大したってじゃないですけど、なんか関係ない話だった。社会人1年目で留学生のヘレンと出会った、付き合った、けど彼女が日本語を話すので一切英語、いやこの何の話なのよそれは。いい話だけどね。いや本当にでもなんかそのね、やっぱりこの飛び込むっていうのはめちゃくちゃ大事だなって今思ったっすね。今日のあれですね、あの大事なことってやっぱり行動あるべきですね。やる続けること、ありがとうございます。そうです、これをのハンビ英語教室さんでは学べるわけですね。そうですね、はい、モチベーションをアップさせて。 ありがとうございます。ぜひじゃ あの今日ハンビ英語教室さんの、まあ、連絡の取り方というかいろいろの基本情報を教えていただきたいんですけども、どのようにご連絡は取らせていただいたらいいですか？はい、基本的にはもうインスタグラムでハンビ英語教室と探していただいて、あの DM ダイレクトメッセージを送っていただければつながりますので、はい、そこからチェックしてください。なんか拝見してて、あのインスタグラム拝見してて、いろんな試み、こうしてみたい、してみたい、それで生徒さんがこういう悩みがある、じゃあそれに答えようって、すごくすごくこう寄り添ってくださってますよね、内容拝見すると。ありがとうございます。それはなんかやっぱりアイリーさんの素晴らしさというか行動力っていうのが本当にご自身でやってらっしゃるっていうのがよくわかるんで、こちらもなんか何でも相談できそうな気がしますよね。ただそれもやっぱりこう自分で頑張りたいって本気で言ってくれる方がいるので、私もじゃあそれに 120% で答えますということで全力で、でも私もねやってて楽しいんですよね、本当にどれだけ自分の本当の仕事が大変でも子育てが大変でもやっぱ英語って楽しいなと思って生きてます。すごい。英語を学んで一番良かったことって何だと思います？人とつながったこと。はい、これはいや IKKO さんに出会えたこともそうですよ。ありがとうございます。なんかもう外国人につながるとかではなくて、英語を勉強してたことで、じゃあうちの教室の子どもたちと出会えた、でお母さんたちに出会えた、で子どものために頑張ってるお母さんたちが、じゃあ自分も英語勉強したい、
って言ってくれるとか、本当にいろんな人ともつながることができたので、やっぱね、好きなことを追求してたら誰かとつながったり新しい経験が増えたりするので、好きなこと追求していきましょう。行きましょう、はい、やっぱり気持ちが同じ人たち、たくさんの人たちがこれだけいるんだってことですよね、うん、みんな一人じゃないですからね、孤独じゃないですから、うんうん、やっぱみんなでねやっていくっていうのはすごく大事なことじゃないかなっていうことを先生が今日おっしゃっていただきました、はい、実は僕も高校時代の沖縄で中学旅行の沖縄の方付き合いました、思ってはインタロワイバイ出会いが結婚しました、それもねやっぱり飛び込んだ結果でしょうね、うんうんうん、いいことだと思います、コミュニケーションがどんどん増えたってことかな、そうそうそう、コミュニケーションがね増えるってのは大事ですかね、エンディングに来て褒め合うな、そうなんです、この番組がもう確実に褒め合いますから、はい、それは忘れなくですよ、はい、ということでね、今日も本当にありがとうございました、英語を学ぶために必要なこと、とても勉強になりました、飛び込むこと、そして行動すること、口に出すこと、これはこれからも僕も大事にしたいと思います、今日はありがとうございました、本日はハンビー英語教室からアイリーさんでございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございます、いやめっちゃ勉強になりますね。いや、僕この英語っていうことの何かすごくこうレッスン始まったらどうしようと思ったんですけど、でもそこにどうやっていくかっていうことをこんだけこの広く進めていただけると、背中を押すというよりもこう肩寄り添って進んで入ってくれる感じしますよね、うんうんうん、後ろじゃなく横にいてくれてる感じがする、うん、見ましたよ、それこう私のあれにしましょう、あれって何歌いに行く、歌うんだ、ささやもくなんでしたっけ宣伝文句？いや、何ですかね、何ですか、広告？はい、キャッチコピー、あ、キャッチコピーに、はい、しましょうね、いいんじゃないですか、あ、寄り添ってくれる、うん、だから不安にならないですよ、後ろの人ってなんかやれよやれよって、でもちょっと待てよってなるけど、必ず横にいてくれる感じがするから安心するんですよね、うんうんうん、何言ってもなんか抑えてくれるって、ね、うんうん、最高皆さんありがとうございます、いや、いい番組でしょ、本当に勉強になる、今日も本当に勉強になりましたね、ありがとうございます、僕に聞きたいことって何だったんですか、いや、特にないんですけれども、ないんだなんでまず沖縄に来たのかなとか、そうですね、一方さんを深掘り、私が逆に深掘りしたいなってずっと思いながら、今日こうやってラジオを出させてもらってました、で、終わりましたね終わってました、終わっちゃったいや、僕もなんか皆さんと会うために来たんですよ、うんうんうん、いや、こんなこと言うと、ハゴーってこの間言われたんですけど久しぶりにハゴーって言ってたんですけど来週は立場反対に、ああ、あるかもねいや、でも本当に、うん、僕も今、青森から出てきて、いろんなとこ東京やって来て、東京行った時になんかね、仕事の、まあ、いろんな関係でニューヨークにちょっと行ったりとか、あ、それはですよ、遊びに行っただけですよ、うん、まあ、1週間いない、5日間ぐらいとかしかいないんですけど、いろんなとこやっぱ見てたりとか、ちょうどアシスタント時代に師匠が JAL の、ポスト、カレンダーやってたんですよ、それで、ね、7カ国か8カ国ぐらい一緒に行ったんですよ、ヨーロッパとかアジアとか、そういうとこに行った時に二度と会うことはないであろう人たちの後ろ姿だったかっていう意識遣いだったりとか、うん、そういうところを、まあ、僕は撮って、名もない人たち、まあ、僕から見ると名もない人たちをたくさん撮っていくこと、その時の今を伝えること、そこにある優しさだったりとか、うん、文化だったり、まあ、いろんなこともあると思うんですけど、それをなんか伝えていって、今の生きできることなら今の素晴らしさを伝えていきたいなっていうのはすごく感じて、うん、でそれが沖縄に来るとカメラを持たすのもなんかそれをすごく持ってらっしゃる味がある方もたくさんいるんで、うん、僕はここに来てよかったなとすごく感じるんですよね、うん、だから、うん、カメラ撮ってなくてもうん、沖縄にいることはその気持ちがいいですよね、うんうんうん、歴史の1ページを収める、そうかもしれない、最近こういうちょっと僕言動が多くなってきて、はい、なんかちょっとそういうふうに今後進めていこうかなっていうのは、歴史の1ページを収めるの、歴史の1ページか5ページか分かんないですけど、うん、何かそういうことしたいなと思って、素敵、思ってます、ということで、もっと聞きたかった、ね、本日の締めは私頑張ります締めていきました、はい、では皆さんまた来週も楽しい方来ていただけるんで、ぜひ聞いてください、本日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、さようなら、今日は終わり。